夫にお弁当を作っただけの心優しき妊婦さん。誹謗中傷をした人たちに対し反撃ののろしを上げる、がネットで話題。内容はこちら。夫にお弁当を作っただけで叩かれた妊婦さん。誹謗中傷勢に反撃ののろしを上げたようです。では、内容を見てみましょう。おしぼき初股、予定日5月21日。産後里帰りのために、夫のお夕飯弁当第1弾作りました。冷凍する。男のための弁当みたいな色合いになったけど、夫よ、1ヶ月はこれで我慢してくれ。このポストを発信後、一部界隈が妊婦さんに誹謗中傷を開始。トゥーンベリゴン。消したので念のため上げておきます。この一連の誹謗中傷を受け、妊婦さんが反撃ののろしを上げる。卵。大炎上した先日のお弁当を作った妊婦さん、法的措置を指導。誹謗中傷女界隈に怒りの鉄槌を下す。おしぼき初股、予定日5月21日。よし、決めた。あまりにひどい奴は開示請求しよう。兄は弁護士だし、夫はたんまり稼いでくれてるし。震えて待っとけ。あのポストでよくもまあ、子供のことを排泄物って言ったり、犯罪者産むなって言ったり、虐待しそうって言ったりできるよな。あと、持病のことをどのフェーズにあるかも知らず好きかっていうのもどうかと思ったし、自分も双極性障害で障害者産むなって言われたり、双極性障害のこと本当に知ってる？過去ポスト遡って、夫の発言の一部を切り取って、極悪非道な夫と触れ回るのもどうかと思った。別にお金のためじゃないし、マイナスになるし、開示請求通らないことの方が圧倒的に高いと思う。私は弁当を作っただけで、タヒネ、や、殺す、と言った人を許さないし、声の侮辱も許さない。持病に対して、それを理由に侮辱してきた人も許さない。ただの意見はどうでもいい。尊厳のためにやる。妊婦メンタルだし、家事くらいしかすることなくて暇すぎてイライラしてたので、ちょうどいいストレス解消の遊びを見つけた感覚。妊婦さん、嫉妬の感情むき出しの誹謗中傷勢を一掃してください。応援しています。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。スラップばかり目立つ中、これは本当に応援したいやつ。ワイは応援する。当然、妊婦さん側。女だけど応援するよ。頑張って。いいぞやっちまえ。潰し合いっていうより、マジでネットの害悪女を潰してほしい。正義は味方にある。兄が弁護士だったでくさ。誹謗中傷した奴らは震えて眠るってやつだな。SNS に救う嫉妬に狂う亡者を一掃するチャンスですね。断固応援しましょう。次はこちら。ぜひやってくれ。てか、弁当を作っただけでなんで叩くんだ？意味不明なんだけど。ごめん、そもそもこれってなんで叩かれたの？叩かれる理由がわからなすぎる。これ元のポスト見たとき、すご、愛じゃん、としか思わなかったから、誹謗中傷されてるの謎でしかなかった。叩いてる奴の神経がわからん。女の敵は女っていういい例。誰がどう見ても、叩かれる理由のないポストですよね。意味不明ですよ。次はこちら。最近の女性に対する女の誹謗中傷ひどすぎるから応援するよ。クッキーといい、ちょっと調子に乗りすぎだわあの界隈。いいぞ、徹底的にやって、見せしめを作ってほしいね。開示請求のハードル低くなったし、弁護士が家族なのも強い。続報に期待しちゃうね。クソ様案件おもれくくくく。損害賠償額と、投稿者の性別、年齢層が気になる。開示した中に著名なフェミがいたら、めっちゃ面白いことになりそう。最近の女性に対する女性の誹謗中傷は目に余るものがありますからね。今こそ終止符を打ちましょう。
最後はこちら。何を思うのかは人それぞれだけど、理性を保てない人には SNS は向いていないと思うの。ネットだと何言っても OK とか思っているやつ、まだ一定数いるよね。そろそろ学習してもいいと思う。いつものおこけしとかで泣き寝入りしてくれるタイプだと思って叩きまくったら、逆に虎の尾を踏んじゃったんやなって。セミパヨ震えて眠れ。セミパヨさん、今頃ガクブル状態でしょうね。結論。最近の女性に対する女性の誹謗中傷は行き過ぎてる節がありますからね。産休に入るからクッキー配っただけで、子供が欲しくても授からない人に配慮なさすぎ、 SNS で幸せ自慢するななどの声が飛び交うし、時間ない中で食べる朝ごはんの画像を上げただけで全然忙しくねえだろと批判される。なんだか SNS が自身のストレス発散のはけ口に利用されているようにしか思えません。そんなギスギスした SNS の惨状を正常化するためにも、今回の妊婦さんの行動はぜひとも応援したいものです。嫉妬の感情むき出しで誹謗中傷を書き込む輩に対し、鉄槌を下してほしいですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。